Kenichiro Akimoto, so the 4C CGI director. That's me. 監督の渡辺です。まずやっぱこう、ですね、原作を読んだ時の、まあ、衝撃というのがありまして、まあ、もともと作家として、五十嵐先生の大ファンでしたので、本当にねこれを映画にできるという喜びと緊張を、感じたのを覚えています。そうそうですね、悲しみ、まあ、だけではないんですけども、まあ人間が持つ、まあ、主人公の女の子は、中学生ぐらいの女の子なんですけど、その頃の女の子が持つ思春期のいろんな悩みだったりとか、まあ、悲しみももちろんそうですし、喜びもそうだし、まあ、大人と子供の中間ぐらいの頃の、とても複雑な感情を、まあ、海だったり水だったり、まあ、その他の自然物だったり人との接し方とかで表現しています。そうですね、ルカの行動に関してはほぼほぼ自分と重なるところがちょっとあると思います。まあなんかほら誰かのせいにしたいんだけど自分のせいになっちゃうとかですね、なんかこうやっぱこううまくいかないことをどうにかね自分で折り合いをつけるのがなかなかうまくいかずに、まあ、閉じこもるというか、そういう部分ですけれども、はい。Yeah, I remember times when, you know, it should have been someone else's fault. もうだからそうだから気をつけないとずっと映画全部があのシーンで続いちゃうぐらいなんか思いはありますよね。そうですね、リサーチは、実際に水族館や海に行ったりした、して、まあ、いろいろ観察したり写真を撮ったりしたり、あとはまあ大学のチームと筑波のチームと一緒に研究したりをしました、はい。集中したことは、まあ、撮ってきたものをそのまま、そのままトレースして出すというよりかはそれを一回自分たちの中で考えて、で、雰囲気こんな感じに動くだろう、こんな感じに光るだろうっていう、インスピレーションや何でしょうね、アウトプットの仕方をまあちょっとデザインをして、作り出す。で、まあ、それが結局アニメーションですごく大事なことなので、そこに、すごく集中してみんなで作っていきました。そうですね、はい、新しいのかどうかはちょっとわからないんですけど、自分たちで工夫した点がその先ほども言った魚の動きをそのままシューティングした魚の動きをそのまま動きをつけてもあまり面白い動きにならなかったんです。硬い動きになってしまいました。でそれを作画監督の小西さんにちょっと相談した時にもっとこんな感じで動かないっていう風にラフな動きをちょっと絵で描いてもらって、でそれがとても面白かったんですね。実際の動きとは全然ちょっと違うところもあるんですけど、たまになんか太ったり痩せたりとか、ここを動いてたのがスッと細くなったりみたいなっていうその動きの面白さっていうものが出した方が豊かなアニメーションになるよということを教えてもらって、それをまた元に CG で動きをつけたりしました。そうですね、一つはですね、命の不思議と喜びです。あとはそうですね、それぞれ の見てくださった方の自由な解釈で映画が完成すると思いますので、そのこう感想の違いをお互いこう楽しめるようなそんなふくよかな映画になってくれると嬉しいと思ってます。ですね、まあ、普段何気なく生活してる空間だったりとか、まあ、触れてる水なり景色なりっていうものになんかこんな美しい瞬間があるんだってものをちょっとこの映画を通して感じてもらえると、普段生きてる世界を別の視点から見れて、なんかその世界の多様性みたいなものに気づくきっかけになると嬉しいなと思って。
そうですね、さっきの話ともちょっと通じるんですけど、まあ何でしょう、やっぱり世界をどう捉えてるかっていうことをどう見せるかっていうことがすごく自分はアニメーションっていうのはすごく魅力的だなと思ってます。それは人によってすごく違ってくるので、なのであの見たままというよりその人が感じたものをどう表現するかっていうジャンルの面白いメディアだと思うので、僕はそこがすごく必要なものだと思う。口で言うのは難しいですけれども、まあ本当にあのあれですね、あの全てのアニメーションというのはなぜアニメーションかということに対する、まあ、答えが多分含まれていると思います。それは多分絵にしか描けないことの多分表現の飛躍ということになると思います。大事なのはやっぱそれに、それに乗せて描く、まあ、哲学、フィロソフィーと、そしてそうだな、無限の自由だと思います。